通常の敵機は、1949年のアメリカ合衆国の戦争映画。監督は、ヘンリー・キング。アメリカの第二次世界大戦参戦初期に、ナチスドイツ及びナチスドイツ占領下のフランスに、白昼爆撃を敢行したアメリカ陸軍第8、空軍の兵士を描いた本作は、1948年のサイバーアトレット、バーン、レイジュニア作の小説、12オクロックハイよ、 原作者であるバートレットと、例、ヘンリー・キング監督が脚本を担当し、グレゴリー・ペック、ヒューマーロー、ゲイリー・メリル、ミラード・ミッチェル、ディーン・ジャガーらの出演で映画化した作品である。頭上の敵機はアカデミー賞に4部門にノミネートされ、ディーン・ジャガーが助演団優勝を、トーマス・ティー・モールトンが音響賞を受賞している。1998年に、 アメリカ議会図書館アメリカ国立フィルム登録簿に文化的、歴史的、芸術的に顕著な作品として登録されている。B-17 爆撃機1949年、イギリスで休暇中のアメリカの弁護士でもと、アメリカ陸軍航空軍のハービス・ストーバルは、ある骨董品店のショーウィンドウに見慣れたトビージョッキを見つける。ストーバルは店主から、そのトビージョッキが、 イギリス空軍とアメリカ陸軍航空軍の飛行場がかつてあり、ストーバルが第二次世界大戦中に第918航空軍の一員として勤務したアーチベリーで手に入れられたものであることを知る。そのジョッキはストーバルのよく知るものそのものだった。ストーバルはそのジョッキを買い求め、列車と自転車で滑走路、誘導路、管制塔、事務所を残したまま今は、 牧装置として利用されているアーチベリー飛行場跡へと向かった。ストーバルがアーチベリー時代を思い出しながら時間は1942年に遡り映画は本編に入る。第918航空軍はアメリカ本国からイギリスに移駐してアメリカ軍の白昼爆撃に投入された。ドイツの対空砲火とドイツ空軍戦闘機による被害が甚大となった。 ことにより指揮が低下、目標破壊失敗も相次いだことから、不運な航空軍との評判を取るようになっていた。第918航空軍の航空司令、キース・ダベンポート大佐は指揮下の兵士たちと親密になるあまり、航空軍内の指揮を向上させる手が取れないでいた。爆撃精度向上のため低空での作戦が命令された時、その危険性の高さから、ダベンポート大佐は、 司令部に駆け込み、彼の旧友でもあるフランク・サベージ准将と作戦方針について対立する場面もあった。ダベンポート大佐のこのような行動を見た、サベージ准将は第8空軍司令官、パトリック・プリチャード少将の部屋を訪ね、ダベンポート大佐が航空司令として不適格であると進言する。プリチャード少将は、サベージ准将の進言を入れ、ダベンポート大佐を解任。 第918航空軍の航空指令に、サベージ准将を据えた。起立維持のため、サベージ准将は指揮下の全員に対して、厳しく望み、指揮下兵士から嫌われるようになった上、サベージ准将の厳格なリーダーシップに驚いた第918軍の操縦士全員が、移動願いを出す事態となる。サベージ准将は、航空軍の副官であるストーバル少佐に、時間稼ぎのために、 自動願いの処理を遅らせるよう頼み、ストーバル少佐は、お役所仕事は、時間がかかるもの、と応じる。厳しい再訓練の後、第918航空軍は戦列に復帰したが、サベージ准将自らが、B、P-17 爆撃機に登場して、出撃、他の航空軍が悪天候による、帰還命令に従って帰還する中、無線機の故障により、 第918航空軍が単独で爆撃一機も失うことなく目標の破壊に成功した後、指揮下兵士のサベージ准将に対する態度に変化が見られるようになった。無線機の故障を口実に機関命令を無視したことをプリチャード少将がサベージ准将に質問したが、サベージ准将はそれに屈することなく単独で目標を破壊した戦果でプリチャード少将に 第918航空軍を表彰するよう求めた。監察官が第918航空軍の移動願い滞留などの問題を確認するため到着した際、サベージ准将は解任を覚悟して荷造りを行っていたが、兵士全員が移動願いを取り下げ、サベージ准将は現職に留まることになった。隊員とともに作戦に参加するうち、かつてダベンポート大佐が サベージ巡将を訪ねた際に忠告した通り、サベージの兵士に対する態度も軟化していった。第918航空軍のバーの暖炉には、あの、トビージョッキがあった。航空船がドイツ深部に及ぶにつれ、ドイツ軍の迎撃も厳しくなり、作戦行動距離が伸びたことと合わせて、白昼爆撃のリスクも増大していた。サベージ巡将配下のコップ少佐。 ビショップ注意を含む優秀な登場員たちが失われていった。プリチャード少将は第8空軍本部にサベージ准将を戻すよう格策したが、サベージ准将は第918航空軍がサベージ准将抜きでは成り立たないことを理由に移動に応じず、プリチャード少将もしぶしぶサベージ准将の意見を入れざるを得なかった。しかし、最も危険な作戦の出撃直前、 B-17 に乗り込もうとした時に、サベージ巡序は突然心身が不安定となり、B-17 に登場するために体を引き上げることができなくなったため、サベージ巡序に切れ、第918航空軍は作戦に参加して行った。航空軍が帰還するのを待つ間に、サベージ巡序はカタトニーとみられる状態になったが、第918航空軍が目標を破壊し、 比較的軽微な損害で帰還した時、サベージ准将は落ち着きを取り戻し、親友であり、かつて第918航空軍率いたダベンポート大佐の見守る中、眠りに落ちていった。物語はここで1949年のストーバルの目線に戻る。ストーバルは買い求めたトビージョッキをもとあった第918航空軍のバーの段炉の上に置き、アーチベリーを後にした。 グレゴリー・ペック・エンド・ロールに表示されたキャストは以下の通り、括弧内は日本語吹き替え版声優をテレビ朝日版、PDDVD 版の順に示す。20世紀フォックスの資料によると、頭上の敵機の映画化権利のために20世紀フォックスは10万ドルをさらに追加で、最大10万ドルをブッククラブ上校のために支払ったとされている。20世紀フォックスの映画プロデューサーダリル・カイザナックは、 ウィリアム・ワイラー監督がパラマウント映画での映画化のため頭上の敵機に興味を持っていることを知りこの高額な権利を買うことを決断している。もっともザナックは1947年にアメリカ空軍が撮影に協力する確信を得た時点で最終的な判断をしている。頭上の敵機ではドイツ側で撮影されたものを含む実際の戦闘中の映像が使用されている。 頭上の敵機の多くの部分は、エグリン空軍基地及び、フロリダ州、ホートアートンビーチで撮影された。脚本を担当したサイ・バートレットとバーンレイ・ジュニアは、自身の第8空軍での経験を映画に活用している。第8空軍司令部でバートレットは、サベージ准将のモデルとなった、アームストロング大佐のそばで勤務した経験を持つ。映画中の第918航空軍は、 欧州戦線で長く第8空軍の主力を務めた第306航空軍をモデルにしている。重爆撃機作戦に従事した元兵士たちは、頭上の敵機は実戦を忠実に再現した唯一のハリウッド映画である、とコメントしている。1948年の映画、戦略爆撃指令と合わせ、頭上の敵機は完全超悪的、楽観的な戦争映画の枠を外れ、 戦争によって失われる人命と向き合う白心のリアリティを追ったターニングポイントとされる。この二つの映画は P-51 のような航続距離の長い戦闘機が出現する以前第二次大戦参戦直後の陸軍航空軍の戦闘ドクトリンに従い護衛戦闘機なしで白昼爆撃を行った部隊を描いている。サイバーアトレットとバーンレイジュニアのアメリカ空軍を 舞台にした1950年代のロケットパイロット冷戦時代のトゥボード・ザ・アンノーンは頭上の敵機の筋書きをなぞった映画とされている。映画の前半で登場する B-17 を胴体着陸させるシーンのためハリウッドの有名なスタントパイロットだったポール・マンツには前代未聞の4500ドルの出演料が払われた。マンツとトール・マンツ航空を経営していた。 フランク・トールマンは、自助伝の中で B-17 を一人で着陸させた例は、多々あるが、他の搭乗員なしで、一人で離陸させた例は他には、なく、できるかもわからなかった、と述べている。この胴体着陸のシーンは1962年の映画、戦う翼でも使用されている。イギリス空軍アッチベリー基地の爆撃機用飛行場のロケ地は、 キング監督自身が自ら所有する飛行機で1949年2月から3月にかけて約1万6000マイルを飛行して探し出したものである。キング監督は1949年3月8日にエグリン空軍基地を訪ね、デュークフィールドの名で知られるエグリン基地本体から数マイル北にある第三予備地が主要な撮影地と決定している。ここには 完成塔を含む15棟の建物がアーチベリー飛行場を仇すために作られた。アラバマ州マクセル空軍基地に勤務していた頭上の敵機のテクニカルアドバザーであるジョン・デラッシー大佐はアラバマ州デールビル近郊のオザーク飛行場をロケ地として押し、キング監督はエグリン基地の明るく塗装された滑走路が戦時下に敵機から発見され、憎いようグロク塗装された。 戦時下のイギリスの滑走路として、ふさわしくないことから、オザークを、胴体着陸を含む B-17 の離陸、着陸の撮影に使用した。撮影隊がオザークに到着した際、草むしたオザーク基地が、ハービストーバルの第二次世界大戦中を思い出す、シーンにふさわしいとされ、このシーンの撮影にも使われた。イギリスオックスフォードシャーにある、イギリス空軍バーフォードセントジョン基地でも一部の、 背景の撮影が行われたほか、エグリン基地やフォートアートンビーチでもロケが行われている。撮影には、エグリン基地にあった q b 1 7標的機を改造したもの、アラバマやニューメキシコで保管されていたものから12機の B-17 が使用された。この中には1946年のビキニ干渉の核実験に使用され、高レベルの放射線を発する機体があり、 これら機体の撮影への使用は最低限とされた。頭上の敵機は1949年4月から7月にかけて撮影された。カラーで撮影することが計画されていたが、連合軍とドイツ空軍が実戦中に撮影したフィルムを違和感なく入れ込むため、全編が白黒撮影とされた。頭上の敵機は、ロスアンゼルスで1949年12月21日から、 ついでニューヨークで翌年1月26日から上映され、同年2月から全米で公開された。ボスレイ・クローサーがニューヨーク・タイムズに寄稿した映画表がこの時代のこの映画の評価をよく表しているものとされる。クローサーは飛行機や機械ではなく人間に主眼を置いた映画であると記している。タイムズは頭上の敵機を1949年の映画実決に選出し、 後年すべての映画の先決に選出している。プレミア試写会に参加した後、戦略航空軍団のカーチする名将軍は、観客に対して、この映画には完璧だ、と述べている。アメリカのあらゆる SL 理論を採用する、高級軍人養成学校で、頭上の敵機を見ることが求められた。この映画は、軍事部門、民間部門の双方で、リーダーシップの基本を教える教材として、 利用されている。頭上の敵機器のアメリカでの興行収入は322万5000ドルだった。日本での公開は1950年11月14日である。頭上の敵機器はアカデミー助演団優勝、アカデミー録音賞を受賞しているほか、アカデミー作品賞、アカデミー主演団優勝がノミネートされた。第16回ニューヨーク映画批評家協会賞では、グレゴリー・ペックが主演団優勝を受賞。 ナショナルボードオブ、レビュー映画賞の候補にもなった。1998年に、頭上の敵機は、アメリカ議会図書館アメリカ国立フィルム登録簿に、文化的、歴史的、芸術的に顕著な作品として登録されている。アメリカ映画100年のヒーローと、悪役ベスト100には、フランク・サベージ准賞が候補として選ばれている。英語の現代トウェルブ・オクロック杯は、 敵機の方向を示す用語で、トウェルブオクロックは、クロックポジションで12時の方向、ハイは、自身より髪型に敵機がいることを表している。つまり、トウェルブオクロックハイを直訳すれば、12時の型向上であり、この方向から敵機が接近していることを意味している。初期型の B-17 では、機種正面方向が弱点とされており、ドイツ空軍の戦闘機は、この位置から、 B-17 を攻撃することが多かった。髪型から急降下してくる敵戦闘機は相対速度の速さもあって難敵であった。原作者の一人であるサイ・バートレットの妻で女優のエレンドルがバーン・レイジュニアとバートレットがトウェルブオクロックハイから攻撃してくるドイツ戦闘機の戦術について議論しているのを聞いてこの題名を決めたとされている。 グレゴリー・ペックは1950年9月7日に放送されたラジオ番組でサベージ殉賞役を再演している。頭上の敵機は同名のテレビ番組として a b c 系で1964年に全米に放送され3シリーズが作られた。ロバート・ランシングがサベージ殉賞を演じたが第1シリーズが終わったところでポール・バーク演じる原作中のベン・エトリーをモデルにした。 ジョーギャラガー大佐が主役に交代している。テレビシリーズの戦闘シーンの大半は映画で使われたものの再利用である。日本では第1シリーズがテレビ朝日系で、第2、第3シリーズがフジテレビ系で爆撃命令と名を変えて放映されている。テレビシリーズの地上シーンの多くは第二次世界大戦中アメリカ陸軍パイロットの訓練用に使用されていたカリフォルニア州チーノの 飛行場で行われ、イギリス中流の第8空軍の典型的な管制塔や建物を模したセットが作られた。この飛行場は、終戦後スクラップにされるのを待つ戦闘機や爆撃機の保管場所として用いられ、映画、我らの生涯の最良の都市で、ダナ・アンドリューが戦争時代を改装するシーンに使われた。爆撃命令に関するカテゴリー、ありがとうございます。